5番バッター万波、ここでね点を取って反撃ののろしを上げたいところですよね。さあどんどん点を返していきたいところ。まずはボールから入りました。インコース低めのストライク、157キロ。いやー、いいまっすぐですね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。低め見ました、ボールです。これでフルカウント。ランナースタート、打った、センターに大きな打球、この当たりはどうか、センター深いところ破っていきました。セカンドランナースタートを切っていましたので、悠々と今ホームイン、ファーストランナーもホームイン、ファイターズ2点返しました。センターオーバーのタイムリーヒット、7対2になりました。先ほどセンターへのツーベースヒットを放っている5番の万波です。今日はここまで2打点を挙げています。ツーアウトになっています。この回のファイターズ打線ですが、4球でツーアウトになっています。ちょっと淡泊、これはいつでしょうね。頭上ぐんぐん打球伸びて、ソロホームランが出ました。1点返しました、日本ハムファイターズ。高めに浮いたストレート、ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、ファイターズが追い上げます。7対3、鮮やかなホームランを見せてくれました。見事なホームランでした。いやー、ライト方向に持っていけるのが素晴らしいですよね。ここで得点が入りました。